地図グランドリスボアは中国マカオ王道区にある52階建て、高さ258メートル、全430部屋の高級ホテル。マカオ中心部に位置するこのホテルは、マカオで最も高い建築物であり、香港の建築家であるデニス・ラウトン・ジュンマンの設計によるレンの花をイメージした薄型のホルムは、マカオを代表するトレードマークの一つになっている。 レンの外壁には6万の LED が取り付けられ、マカオの夜景を美しく彩っている。このホテルは、マカオ旅行娯楽会社が所有しており、同社が保有するホテルリスボアに道を隔て隣接して、建築され、カジノとレストランは2007年2月11日に、ホテルは2008年12月に開業した。 グランドリスボアは2016年度に収入と利益が落ち込んだと2017年に報じられた。7軒のレストランのほか、フルサービススパ、カジノ、屋外プール、フィットネスセンター、コーヒーショップ、カフェなどを備える。客室は50平方メートルのゆったりした間取りになっており、装飾用の水晶ライドには、スワロフスキー、アメニティはエルメスを使用している。 24時間対応のルームサービス、ミニバー、独立した、浴槽、シャワーを利用できる。4フロアに及ぶ広大なカジノには240のゲームテーブルと750台のスロットマシーンがある。マカオで初めてテキサスホールデムを始めたカジノはここである。マカオで初めてクラップスを始めたのもここだが、今では他のカジノでもクラップスを遊べる。 スタンレイホーの星というダイヤモンドがカジノで常設展示されている。米国宝石学会によるとその218.08カラットはクッション型で内部に傷が入っていない無色のダイヤモンドとしては世界最大である。ロブションをドームとエートはミシュランの3つ星を獲得しており同じホテルに3つ星レストランが2軒も入っている。ジョエル・ロブションは ホテルのレストラン、ロブションをドームのオーナーとして2007年に、ここで店を開いた。2008年にこのレストランは、ミシュランガイドで3つ星を獲得した。このレストランは、ホテル内で移転した際に改名した。ワインリストには14,600種のワインがあり、ワインスペクテーターのグランドアワードを受賞した。2013年1月にミシュランガイドは、ロブションをドームを、 アジア最高のレストランに選んだ。ここは2016年と2017年にエリートトラベラーで世界6位にランクインした。ありがとうございます。